Sure did. Fucking, I hate hotkeys that don't actually do shit. It's a hotkey that only works, like, if you're not in the fucking OBS menu. Brother looking suspicious as fuck. Also, why break in when you could just walk over there? Could like surprise him at least. Whatever. こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか？ Oh, the door is busted open too. お客様 ですか？ おかしいな。 すみません。 誰かいらっしゃってますか？ なんやこいつ。 目が。 ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。 Why would you whisper that out loud, man?突進してきたもんやから、余計切れんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも、今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか？いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そろそろ知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。 せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。え、ええんや。で、店長はおらんのか？今日は出かけて帰ってきません。すみません。 なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか？ え？
治療されるなら早く予約をされた方が。え、あ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり。やっぱり。さよなら。ちゃっちゃう。違う、言うとるやろが。ああ、ほら、分かった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な。それなら納得してもらえるか。 Bitch retarded. お客さん、 本当に凝ってますね。 相当辛かったんじゃないですか？ あ、ああ。 こんなに体を酷使されてるなんて。 Already put the knife. 失礼ですが、 お仕事は何をされてるんですか？ 仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前も。 グランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だって。ほう。誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私。 お客さんから仕事のこととか、街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。ここの店長ってのは。店長ですか。そうですね。なんか見た目は怖いらしいです。なんやその見た目はっちゅうの。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや。 暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長、力は強いみたいですね。 That's when the tattoo cuts off, like, such a sharp part there. She doesn't wear shirts without tattoos being visible. いや、そういう意味やのうてな。でも、あんなに強く指圧してるのに、揉み返しが起こることが全然ないって、すっごく評判なんですよ。ゴッドハンド。 どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。それに以前私も店長に救われたし。 救われた？<笑>とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで、私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。ほな。 姉ちゃんの話聞かせてくれや。何や趣味とかあるんか？そうですね。展示の本を読んだりもしますけど、
ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。Who are you?I do like it auto plays to have the acting come off more naturally. Where is the knife though, man? Sitting there in the open, really? お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。What the hell is your lymph? そうかもしれないな。Anybody know what that is?今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねん俺は。あれ店長。え、いやー、参った参った。 I hide the knife, man. いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ。レック。ああ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思ってな。The acupuncture option。本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さん残りも良くなるかもしれない。ん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前卵持ってこいや。え、私針やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも
私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気をつけてな。ふん、早よドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。木村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Massive man. Bang, bang, bang.Here's how the game needs to stay up. Just fucking dancing, man. Nice and easy. ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。何やと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長。買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。So she's the girl, what? おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。店長、どうしたんです店長。まこと、ええから逃げろ。何なの店長。店長どこ。牧村、
邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ、何もやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前、あんたも死ぬ気。What does it all mean, Basil? Oh shit! Get toasted, dude. あいつを逃がしたってくれ。なんやと？あんたしか頼れんのや。あよいかんかい。余計な邪魔しよって。 I shoot him in the kidney。 なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。 The boys、 逃がさへんで。 The Yakuza。 Money.